よし。よし、お前だよ。お前をいじりしてんだよ、俺は。いや、もうこれはもうペンペン君に任したい。これ来たらまず、これめっちゃ話題になりそうだよ。マキシエルより好きかも。マキシエルちょっと、やったからな。やってしまってるからな。マキシエルクリアできないけど。あれ、ダメでしょ。あれ、まさに損だよね、あれ。一番最後だけ損のあのサビが来てるもん。あれ何、ランダム当たり待ち。なんだ、なんだ、俺あの軸が詰まるのを願う。あの軸が詰まったらね、あの驚くほど簡単になるよ。いやよ、この曲のね、ドルチェさんとかユタカとかの攻防見たいんだよね。そういう意味だったら入ってほしいけど、俺はやめたくない。めっちゃ綺麗だな、譜面。何の歌？めっちゃ割れてんだけど。まあ別に割れてるからといって、できるかというのは別なんですけど。あー、来る。はい。デュークって書ける。あー。最近の譜面ひどすぎて、なんかこんぐらいでも普通に見えるな。確かに。あー、宝見。多分ね、最後ね、譜面は結構ね、まとまったから結構すごいな。で、ここあー、意外といけそうだな。はい、おおやったー、一発じゃん。はい、やります。これ意外とマシだな。いや、なんかやりながら思った。割とまともかもしれない。割とこれまとこれ意外とまともだったわ。これめちゃくちゃなんか 俺これもう思ったんだけどさ、これ思ったけど、これペンペ君絶対できるでしょ、これ。あれできると思うだよね、これ。あれできるよね、絶対。いや、めちゃくちゃ両不便だったわ。なんかクソと思ってたけど、だって皿ずっと16ブラシさ、あの、鍵盤はほぼ8ブラシさ。やるだろう、だってもうプライベートしてるし。27分ないしな。いやー、